Bravo! Yeah.
ですね、社会現象となった、恋するフォーチュンクッキーなんですけども、もうすごい大ヒットですよね。ที่น้องเองก็ですね、日本の NHK の歌合戦とかもですね、僕がですね、テレビの向こう側にずっと応援してるので、いや素晴らしかった。で、今日はですね、日本の NHK の歌合戦とかもですね、僕がですね、テレビの向こう側にずっと今年はですね、タイフェスティバルの2019年のテーマがですね、知れば知るほどタイを好きになるっていうテーマなんですけども、彼女たちにですね、皆さん、ぜひ皆さんにもしタイに行ったらどんなお菓子を、ね、食べたらいいですか。じゃあ代表、誰か答えるのかな。食べられないものなので、タイに行く方はですね、ぜひぜひ食べてもらいたいので、食べに行ってもらいたいと思います。じゃあ、ボンタリーとか、ボンタリーとか、ボンタリーはボーアロイ、ボーアロイっていうお菓子なんですけども、ココナッツミルクと、あとね、まろやかな味で、ちょっと甘みは少しだけしか入ってなくて、たまにのですね、卵を入れて食べることもあるそうなんですけども、食べてみなさんごろいか、เดี๋ยวพี่ขอถามหน่อยบัวลอยนี่ขายที่เดอะมอลล์บางกะปิหรือเปล่าไม่อยากจะขายที่ไหนจะได้ตามเป็นสตรีทฟู้ดอ่ะเป็นสตรีทฟู้ดก็จะเป็นจะต้องไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะเมื่อวานนี้พี่กับไปเจอมอลล์บางกะปิก็จะอร่อยขึ้นบัวลอยですね屋台でも購入できるものなんですが、でも実はですね、เดอะมอลล์บางกะปิですねでบัวลอยขายได้ก็ได้ですねนะสิครับว่ามีพวกเรา BNK48 อยู่นั่นเองค่ะนะไทยด้วยですね日本の BNK の拠点ですね AKB ポテトの拠点秋葉原になってるんですけども、タイではですねルモーバンコピーっていうデパートに拠点がありますので、ぜひ皆さんそちらに遊びに行ってください。タイではですね、ローティーサイマイっていうお菓子があるので、そのね、なんか何て言うかな、ちょっとクレープって感じなんですよね。クレープの生地みたいな、タイの綿あめの細い、麺ではないんですけど、細い砂糖の塊みたいな、包んで食べるお菓子なんですけど、結構好きそう。大好きです。大好きです。じゃあデザートの他がですね、果物にも進めていただきたいですね。さあ果物は、じゃあ果物で、あと次はですね、果物なんですけど、果物ですね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 、果
ミュージックのことが好きだったら、あなたがルリアンも食べてほしいっていうことですよね。ドリアン。皆さん、いいか、ドリアン。ルリアンが好きになりたて。ก็แบบสุกหรือไม่สุกไหมเขาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงไงใช่ต้องเป็นแบบสุกนะสีเหลืองๆอ๋อเนี่ยไทยのデザートですねข้าวเหนียวมะม่วงって言ってその餅米の上ですねマンゴーを熟したマンゴーを乗せてその上にココナッツをですね好きそうですよね好きですはい大好きコーチとしてるんですね大好きですOK ค่ะงั้นขออีกผลไม้สุดท้ายได้ไหมคะผลไม้สุดท้ายที่น้องๆ BNK48 อยากจะแนะนำคืออะไรคะใช่私が紹介したいのはですねฝรั่งเป็นฝรั่งですね日本語っていうとグアバなんですけど日本だとそのグアバってグアバジュースとかしかないんですけどタイはその果物の身のまんま屋台とかに置いて食べるんですよそれを20バーツだから100円とかしないぐらいでいつでも屋台で食べれるのでタイに来た際はぜひ食べてみてくださいみんなさん、ได้ควบคุมทั้งอาหารขนมนะคะผลไม้แล้วก็การเต้นการร้องที่น่ารักน่ารักกับน้องบีเคโฟร์ได้ทุกคนมีความสุขมากมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือแรงให้บีเคโฟร์ได้อีกครั้งค่ะค่ะนี่นะคะก็น้องน้องบีเคโฟร์ที่อยากจะร่วมเก็บความทรงจำกับทุกคนไว้ด้วยการถ่ายภาพร่วมกันนะคะโอเคค่ะテレビ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 テ